タグボートの船橋船橋は船舶の高所に設けられた総船に関する指揮所。軍艦では艦橋と呼ばれる。英語のブリッジから日本語でもブリッジと呼ばれることが多い。航海当直を置く規模の船舶ではウィングを含む部分をいい操舵室や海図室などが位置する。ただし歴史的にはコンパスと電線艦だけを設置した航海戦況も見られた。 少人数が乗る小型帆船の時代には船長が操舵手を兼任しており船長は右舷後方に座り舵事会を操っていたその後に大型船が登場すると舵事会も大型化したため直接操作するのが難しくなり舵事と打輪がロープでつなげられた人力による操舵装置が生み出されたこのような操舵装置の打輪は舵の上部付近にあるのが最適であったため 船尾の船楼である船尾楼に置かれるのが一般的になった。その後、帰船時代になって機械力を用いた操舵装置が普及すると必ずしもダリンと操舵手が船尾付近に配置される必要はなくなり、船の中央近くで船全体を見通せる位置に置かれるようになった。ブリッジという名称の由来は外輪船の時代に船の全周を見渡せる位置として、 左右の外輪王位を接続していた橋状の構造物である。河川を除き外輪船の時代が終わり、スクリュープロペラが普通になっても、作業や戦闘の指揮を取るのに好都合な場所として、現象より少し高い位置で両弦をつなぐ橋として残され、さらに後に前期の理由でダリニア、その他の装置を置いて、船長らが操船の指揮を取る場所として選ばれるようになった。 船長の指揮の下で総打手や航海士によって打輪が操作され、これらの主たる航海当直要員が周囲の海上を見張りながら適切な操船を担うための指揮所として現在の船橋となった。現代でも小型帆船時代の名残で船長の席はブリッジの右寄りに設置する船が多い。船橋は船全体を司る指揮所であり、航海中は十四時間途切れなく適切な 自民によって安全な操船が執行される場所である。21世紀における民間船舶では、一般に航海士と操打手のペアが3組あり、12時間サイクル、1回4時間、1日あたり2度、担当の交代勤務で見張りと操船の業務を行う。これは航海当直と呼ばれる。船長は、この当直業務外であり、操船に、 高度な判断や技量が求められる場合には、たとえそれが長時間に及ぼうとも休息の間を惜しんで船橋に詰めて指揮が求められる反面、問題が起きる可能性が低い平穏な大海原では、船橋で部下を指導、監督するのは任意とされる。気船などの推進機関の信頼性が低かった時代は、騒音や振動の激しい船底近くの機関室でも、 船橋と同様に24時間、機関部の誰かが到着についていたが、2012年現在では、機械類の信頼性も上がり、旧式の船を除いて、新造船の多くが、その運転の監視や操作は、船橋からも行えるようになり、少なくとも夜間は、機関室の区画は、無人となっている。航海到着の仕事は、航海士と操舵手で、役割が異なる。航海士は、レーダーや、 双眼鏡などによって、周囲会場の監視、つまり、見張りを行う。また、船が安全な航路を進むよう進路を設定して、適時、相打手に、重かじ、面かじ、要ソロ、取りかじ、取りかじ、面かじに当てなどと舵の操作を指示することで、操船を行う。必要に応じて、機関部に対して、機関の運転の変更を命じるのも航海士の役割である。 操舵手は航海士の命じたままに操舵する。特に急いで操船が求められない状況では当直員は見張りが主な仕事となる。通信士が乗船していない船では当直の航海士が通信も担当することが多い。ありがとうございます。